高市の勝信明は、千葉県柏市出身で時は山部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、石井信明。身長183センチメートル、体重155キログラム、血液型は、大型。最高位は、西関分け。好物は、肉料理、白米。好きな言葉は、笑うもんには、福来る。6人兄弟の4番目で、 他の兄弟は皆細身だったのに対し、信明少年のみ体格に恵まれており、小学1年の時から地元の相撲大会に出場し、3年生の時に地元、千葉県の柏相撲少年団で本格的に相撲を始めた。厳格な父の指導もあり、最初は嫌がっていた稽古も積極的に取り組むようになった。少年団での稽古は1日4時間。 週2回から3回であったが、学年が上がるにつれて、自主稽古が増え、ある時期には週に2二3回、家で30分間延々と試行を踏んでいた。中卒で大相撲に入るまでずっと通っていました。稽古は厳しかったけど、小さい頃はとにかく相撲が楽しかった記憶がありますと、本人は少年団時代を振り返っていた。中学時代には、全国中学校相撲選手権に、 千葉県代表として団体戦メンバーの一人として出場。同じ団体戦メンバーには大将法がいた。中学卒業と同時に千賀の裏部屋に入門。四個名は師匠の19代地下の裏の現役時代の四個名から一時もらったマスの勝ちとした。入門同期生には輝き、千代のスメララがいる。2010年3月場所で初土俵を踏み、 前相撲は2番出世。女の口を1場所で、女2段と5場所で、それぞれ通過。この間2010年11月場所の負け越し以外は、すべて勝ち越し、2011年7月場所で3段目に、昇進。3段目でも2011年9月場所の負け越し以外は、すべて勝ち越し、2012年5月場所で幕下に、昇進した。 2014年に2回3段目落ちを経験したが1、場所で幕下復帰をして、2015年1月場所以降は幕下に定着した。2016年4月に師匠が20代地下の裏へ代替わりし、部屋が出羽の海一門から高野花一門へ移籍すると、高野花一門の高野花部屋や大野松部屋へ、出稽古へ通うようになって、良質な稽古を積めるようになり、 幕下上位へ定着した。2017年1月場所で、四個名を読みはそのまま、マスノシへ変更した。師匠の考えで、新規一点などの意味合いを込めた解明であったが、改名後は勝ち越しを続けて、同年9月場所で自己最高位となる、東幕下3枚目の番付で6勝1敗としたことで、翌11月場所での新十両昇進が決まった。 柏市からの関取誕生は、キリン寺以来44年ぶりで、このことは柏市の広報でも伝えられた。また、重量昇進に合わせて、20代地下の裏の現役時代にちなみ、四個名を高市の勝へ再解明した。新重量昇進に際して、高市の勝は本当に夢みたい。目標にしていた場所に上がれてめちゃくちゃ嬉しいと喜びを見せる一方で、 同期のアキラや、大野将や高啓将が活躍している。負けたくない気持ちと闘志を見せた。11月場所はまずは勝ち越し、あわよくば重量優勝を目標としていると抱負を述べた。師匠からは、俺は、新重量で10番しか勝てなかったとさりげなくプレッシャーをかけられつつも、最終的に9勝6敗で勝ち越し。その後も勝ち越しを続け、2018年5月場所は、 幕内昇進を伺う西十両三枚目まで番付を伸ばした。直前の5月7日に時津風部屋で行われた幕内力士8人が集まって行われた合同稽古では時津風一門の横綱である角竜と五番取って一勝四敗。この日唯一角竜に土をつけた力士となった。場所では序盤から黒星が先行して12日目に関取として 初の負け越しが決定。しかし、残りを3連勝として1点の負け越しに抑えた。番付を半枚落として迎えた7月場所は先場所から、1点して持ち味の押し相撲がさえ、特に、中日以降は7連勝とするなど13勝2敗の、好成績を挙げた。9日目から星の差一つで追走していた高野岩が、先週落で、曲周法に敗れたため優勝決定戦にも、 進出したが、引き落としで敗れて重量優勝は果たせなかった。重量で13勝を挙げながら優勝できなかったのは2014年7月場所の一の上位来4年ぶりとなる。それでも続く9月場所は新入幕を果たし、東全頭14枚の地位を与えられた。両国国技館内でうちで行われた記者会見では幕内はテレビで見る世界だった。番付の一番上に、 名前が乗り本当に嬉しい。めちゃめちゃ嬉しいですと話し、師匠は今はまだ通過点。ぜひなってほしいと自分が経験した三役力士への成長を願った。9月場所は二桁白星と三小受賞を目指していたが、13日目に六敗目を喫して二桁白星は不可能になり、この場所は八小七敗に終わった。三小に関してはそもそも この場所は大相撲史上初の3すべて該当者なしという結果になっている。この場所の勝った8番中3番は捕まってからの寄り切り、2番は攻めあぐねた状況での突き落としであった。10月5日の秋巡業足利場所では巡業3日目で初めて稽古土俵に立った稽の里に胸を出してもらい8分間ぶつかり稽古を行った。この日の稽古後に稽古里は スタミナはあると思う。普段からやっているんじゃないですか。お互い良い稽古になると評価し、今後に期待した様子だった。2019年4月20日の春巡業歌手は場所はご当地場所。ぶつかり稽古では大関、高安にたっぷり可愛がられ稽古をつけてもらった。稽古後は地元テレビ局や新聞社の取材が特別に設けられ、5人の兄弟はじめ、 家族全員が応援に駆けつけるなど、地元で晴れ姿を披露した。2020年3月場所では、無観客の中9日目までに1敗と、優勝争いにも加わり、最終的には12勝3敗の好成績で、自身初の3勝となる、関東賞を受賞した。7月場所でも東前頭2枚目の番付で8勝7敗とし、勝ち越した。 9月場所では、西前頭非頭で10勝5敗。11月場所では、新三役、新関分けとして望み8勝7敗で終えて、見事勝ち越し、平成以降では、照ノ富士以来史上4人目となる、新三役、新関分けとしての勝ち越しとなった。場所を終えて、勝ちたい勝ちたいという思いが強すぎて、自分の相撲が取り切れていなかったと反省した一方、同部屋の大関、 高啓章が優勝決定戦で幕内最高優勝を決めたことに対して、ああやって自分の相撲を取り切れるメンタルは本当にすごいと刺激を受けたことを明かした。2020年11月26日、所属する地下の浦部屋が師匠の名跡変更で時は山部屋へ解消されたことに伴い、時は山部屋所属になった。 2021年1月場所で2桁白星を挙げれば、続く3月場所は大関取りの場所に発展する状況となったが、本人は目標としてはあるけど、考えすぎないことが一番。稽古場の相撲が取れれば3月みたいにいい相撲が取れるんじゃないかと思いますとコメント。結果的には9勝6敗で終えた。3月場所は、千秋楽で勝ち越しを決め、8勝7敗で終えた。 5月場所は星が伸びず12日目に負け越し、最終的には5勝10敗で終え、三役の座を失うことが確実な情勢となってしまう。押し相撲が持ち味であり、関取昇進後は稽古と食事で体格と持久力を向上させた。一方、下から突き上げられて前に出られると残り越しがないタイプである。二千二十年三月場所は力のある突き押し。 右を刺して、素早く寄る相撲も目だったが、2020年5月に、本人が語ったところによると、自分の相撲を掴み始めたのはで稽古を積極的に、するようになった、3、4年前くらいからです、とのこと。怪我に強い力士であるのも特徴であり、場所中でも痛そうだと生体師の母に判断されたら、母が、すぐ治療しに行くため、大きな怪我に発展しづらい。高啓生が部屋に移籍して、 以降は、彼との稽古で強くなった。2020年9月場所4日目の大栄翔戦では、相手の押しをいなして下から押す相撲で勝利し、藤島から自力がついているということだと評された。2021年1月場所前に前の海は、自身のコラムで、右を刺して出ると勝ったようなものであるという安定感があるが、激しい相撲、横からの攻めには弱いという内容の指摘をしていた。 2021年3月場所中、北の富士は肩幅を生かした右4つの相撲を評価した一方で押し相撲に徹するべきだと話した。2021年5月場所終了現在、カッコ内は勝ち数、不数の中に占める不戦勝、不戦敗の数。太字は2021年5月場所終了現在、現役力士。ありがとうございます。